マーク・レスターは、イギリスの元子役。1960年代から1970年代に、かけて、イギリス、または、ヨーロッパの映画で活躍した。イングランド・オックスフォード・シャー州、オックスフォードで、女優の英国国教会の母親と、俳優兼プロデューサーのユダヤ系の父親のもとに、生まれる。いずれもインデペンデントスクールである、リッチモンド・アポンテムズクにあった。 舞台芸術学校コロナシアタースクール、プレップスクールのタワーハウススクール、サリー州のハリフォードスクールに学んだ。この間、両親の影響で自然に、子役として活動を始め、いくつかの TV シリーズに出演する。その後9歳で、チャールズ・ディケンズの小説、オリバー・ツイストを元にした1968年の映画、オリバーに主演。この作品は、 アカデミー賞で、作品賞、監督賞など6部門を受賞した。この作品で共演したジャック・ワイルドとは、非常に親密になり、その後、小さな恋のメロディでも共演を果たした。1973年には、日本映画、卒業旅行に主演した。18歳になって、自身が稼いだ資産で、ベルグレービアに家を買い、フェラーリに乗り、また薬物にも手を出したりした。 しかし、それ以降は、自身の成長とともに、人気は加工し、1977年の、王子と小敷を最後に出演以来は途絶え、本人も、そのことを自覚し、19歳の時に俳優を辞めた。20歳の時に、空手の黒帯を取得し、怪我について、関心を持ったことが、後の生骨子になるきっかけになった。28歳の時に、 科学と生物学で A レベルを取得した。父が経営するレストランで働き保育園に勤めた後、後英国生骨士学校を経て生骨士の資格を取得し、1993年にチェルトナムでカールトンクリニックというハリ治療も行う生骨院を開いている。1994年に日本のバラエティ番組が子役時代に共演した。 トレーシー・ハイドを探し当て、レポーターを派遣し、再会した。1999年にも、日本の別番組で、トレーシー・ハイドと再会しともに近況が、紹介されたりした。また、口述するように、マイケル・ジャクソンとは70年代から、親友関係にあり、マイケルの3人の子供の名付けをやないし、大父母とされている。しかし、マイケルの死後の2009年8月、 英国のタブロイド紙、ニュース・オブ・ザ・ワールドに、自身が、マイケルの娘、パリス・ジャクソンの生物学上の父親であることを、主張した。1993年に結婚するも、2005年に、離婚。その後、看護婦と結婚した、4人の子供の父親である。また、マイケル・ジャクソンの子供たちの大父母でもある。ジャクソン5が、ロンドン公園に来たときに、 マークのファンであったマイケルがマークに面会を求めてきた時からの親友であると言い,い、マイケルが亡くなる一週間前にも電話で会話したという。マイケルに精子提供をしたこともあると発言し、マイケルの娘パリスは自分の子供だと思うと語っている。レスターは2015年に俳優業に復帰した1066に ハロルド2世の役を演じた息子のフェリックスも共演することになった。ありがとうございます。